今日も始まりましたハニーエクササイズ。さて、今日はですね、ちょっとこうステップを踏みながら、はい、運動していこうかななんて思ってます。いいですね。筋トレイコール脳トレもしないと、はい、なかなか普段私たちの生活の中で腕とかあんまり上の方に上げることないじゃないですか。ね、でも少しちょっとこう上げることによって心拍数も上がったり、あとちょっとこう運動してる感もそうですね、はい、あるので、じゃあ今日もちょっと音楽に合わせながらいきたいと思うんですけど、はい、基本のステップは前にもやりました昭和アイドルステップです、はい、いいですね、はい、これはできる。一緒にやってください。はい、はい、そしてここから横に移動します。2ステップです。はい、まずこっちで、はい、なぜかこんなすごい速くなっちゃいました。もう少しゆっくりいきましょうか。はい、こうでもいいですよ。はい、こんな感じですね。はい、これに今腕をつけていくんですけれども、あとステップといったらどういうのがあるかな。ボックスは、おー、ボックスね、ね、ボックス、もうこれは絶対やりましたね。やりましたね。はい、いいですね。あとこういうのもありましたね。あー、これは何かの曲の振り付けじゃない。これは急いで初恋ですです。これいつやってたんだろう。急いで初恋覚えてないな。本当、うん、でもいつかやってましたよ。やってるやってる。はい、はい、このままボックスと最後のこれ入るかわからないですけど、ちょっと音楽は入れますか。じゃあ入れてみよう。わかりました。じゃあ入れてみましょう。じゃあちょっと音楽に合わせて、はい、はい、皆さんもついてきてください。一緒にやろう。それじゃあミュージックスタート。はい、音楽に合わせて体を動かして、まずは昭和アイドルステップ。じゃあここからさっきの急いで初恋いこうか。おお、いいですね。はい、いきなりですとハードルが高いのでこんな感じですね。足を横に出す感じ。はい、できる？ OK。 それではここでちょっとバウンスを入れて、いい感じ。はい、はい、もう一回、じゃあこうちょっと落ち着いたステップで、いいですね。じゃあここから昭和アイドルステップいきますよ。はい、はい、じゃあ2ステップ、横に腕をつけて、イエイ、いい感じ。楽しい楽しい。はい、じゃあ今度ボックスいきますよ。はい、Let's go! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 はい、早めに。はい、いいですね。楽しい。このボックスができると可能性が、ね、広がるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ここから横に行ったりとかね、してまたボックス。おー、かっこいい。じゃあもう一回いきますよ。同じ方向で横、かっこいい。いいですね。もう一回いきますよ。はい、横、スライ、かっこいい。はい、それで昭和アイドルステップに戻って、はい、いいですね。はい、手を上に上げましょう。結構負荷かかりますね。ね、上げるのと上げないのとじゃ違いますよね。全然違う。はい、じゃあ2ステップ、可愛く肩入れちゃったりなんかして、いいですね。もう気分は昭和アイドルですよ。どうなんでしょう。はい、いい感じです。はい、腕を上げて、イエーイ、イエーイ、あっという間。なんか楽しい。すご
い、なんか筋トレしながら脳トレもして、うんうん、もうなんか私たちが求めてもすべてじゃない、すごい嬉しいですね、はい、嬉しいねえ、ということで楽しい、うん、好きな音楽に合わせてこの同じ動きをやっていただいても OK です、うん、曲調が変わってももうね動きはね自分でなりにアレンジすれば OK です。楽しかった、よかったです。羨ましい。あ、でもやっぱり振り付けで本当にすごいなと思ったのはあきなちゃんかな。あきな、うん、ちゃんはねやっぱ曲に合わせて、まあ、ご自身で振り付けてるっていうのもあったけど、やっぱなんかかっこいいな。だからこう、まあのけぞっちゃうのとかすごかったよね。あとこういうのとか あれも本人なのかしらね。ね、なんかベースをもしかしたら作ってもらってもそれにもっとアレンジをするっていうのをなんかこの間番組で三浦先生が言ってた、うん、そうね、自分のものにできちゃうっていうのはかっこいいかもね。そうあとはそうですね、振り付けとは違うけどアドリブで踊っててかっこいいなと思ったのはアン・ルイスさんかな。アンさんはもう本当もうロックなんですけどね、もう大体アンさんはこういう感じだったんだけど、こういう感じだったんだけど、でもそれがまたかっこよかった。わかる、みくちゃんいますか他に誰か。そうですね、私の周りだとあの嫁金をやってた時の金屋さんがいつも西野バレエだ西野バレエだネタ、もうなんかねいつもなんか西野バレエだ、もうこういう感じだったので。でもさ、すごく今のポーズ綺麗に見えるよね。いやいや、やっぱ首を長く見せて、まあね、背筋もさ、そうね、やっぱさすが金屋さんだと思いますよ。そう、もう常にね、西野バレエって言っても必ずスッというのをね、だってこれ私たちのいつも言ってるあの肩甲骨を寄せて、ね、肩を開いて、そうで首を長くする、ちょっとこうやって、そうもうそういう感じ、いつもね、金屋さんは西野バレエ、ああ気持ちは西野バレエ団で歩くといいのかもね。もう本当にいつもそうだった。なんかもうギャグですかっていう感じでやって。いやギャグなんじゃない多分ね。そうよね。本気だったら怖い。いやいや、でもギャグの中でもちゃんとご自身を綺麗に見せるっていうのはすごい、さすがです。もういつもギリギリだったけどね、何かがね、全てに。なんかね、もうやることがそれギリギリセーフですかっていうようなところが ねもうね、なんかえそれ大丈夫ですか、こういうことしなくてとか、なんか結構ありましたね。なんか衣装も毎回私たちあの笑っていても毎週あったので、うんうん、で金曜さんは自分でやっぱり洋服をやってて、うんうん、えそれ大丈夫っていうぐらいなギリギリのこういうなんかショートパンツみたいなの履いてきちゃったりとか。今だったら多分皆さん結構あの平気でね、男性がショートパンツ履いてるイメージって多分コンサートとかライブなんかに行くといると思うんですよ。でもあの当時、今から40年ぐらい前ですから、私にとってはそれいいのっていつもね毎週、キアさんそれ大丈夫かなとか。でも NG は出たことないの？もうそうするとちょっとなんかね布を使って隠したりとか、やっぱりほら一応お昼の番組だったので、夜だったらいいのかもしれないですけど、やっぱお昼だったので際どいとね。そうやっぱり奥様たちがいっぱい見てましたからなるほど、そっか、うん、懐かしいね。懐かしいですね。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました、はい、この動画がいいなと思ってくれたらいいねボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回お会いしましょう、はい、ハニーエクササイズ。